あ、カルタッコへようこそ。山神カルタです。よろしくお願いします。山神カルタです。好きなものは、なんだろうな。好きなものなんだろうな。女の子かな。いやー、ぶち当たりそうだな、これも。いつか明るい世界に。いいことじゃん。誰だっていつだって明るい世界に行きたいってわけ。よいしょ。メンサって普段何してるん？生きてる。みんなと変わらないよ、そんなに。マジで。息してるって感じ。なんか気づいたら、手首を握ってました。私はこの手首の感じが好きなの。手首良くない？なんか、骨あるし。荒れてんね、心が。お腹すいたよ。鼻をかむ。いや、腹筋はね、でもね、腹筋すれば、でもなんか腹筋をつけるだけじゃなくて、腹筋をやるんだったら、なんか背中の筋肉もつけなきゃいけないらしいよ。腹筋って人に見せる機会なくない？全然ない。全然ないから通りす、無理、ダメダメダメ。通りすがりに服あげようかな、託しあげようかなと思ったけど、それはちょっと あまりにも良くない。帰ろう。どうやって帰んだこれ。ここはどこ？私は誰？私は山神カルタだね。山神さ、辛くなるとさ、声がどんどんこもっていくんだよね。なんか膜がかかるっていうかさ、自分が辛くなると声が東京ドームみたいになってしまうの。なんかわかるかな。メイクラです。メイクラをやっております。こんななんか珍しい時間にメインクラフトをやっております。いつもね、始めるとしてなんか11時とかで終わりが1時とかが多いから、こんな夜にやってるのはなかなかレアなんですよ。皆様レアですからね。なんかレアなんだなと思っていただいて。ちなみに私はミディアムが好きです。よろしくお願いします。よっ。これ一方通行でいいか。だって私だけだしな、お前のことが好きなのは。この前ね、なんか友達がね、なんか眉毛をね整えてると。山も整えてみようかなと思って、で家になんかなんつうの、電動のさ整える用のシェーバーみたいのがあって、山もやってみようって言ってやってる。今これちゃんと眉毛描いてますけど、眉毛半分なくなって間違えて半分なくしちゃって、左の眉毛。あれ眉毛半分なくなったけど、本当にそうなったの。びっくりしちゃって、さすがに。こう山がすっぴんになると、マジで、左だけエグザイルみたいな眉毛になってる。なんかちょっと髪刈り上げて、髪に線入れてんじゃん。マジそういう眉毛になってて、本当に困る。っていうかなんか最近ね、そう、なんもなかったな。っていうかほんと最近ねって切り出したはいいけど、なんもなかったわ。ジュンブライトボイス、声も構成も最高だった。あの台本を書いた山神カルタは天才か。いや、まあそれはもうね、もう100万年前から言われてること。古事記にも書いてある。山神カルタは天才だって。みんな読んだことある？実は幻の1ページがあるってわけ。みんな、今日知ってるか？全然月曜日なんだぞ、今日。いや、もう火曜日だけど。まだ1週間は始まったばっかりやねん。ちょっと、頑張っていこうな。1週間って5日あるねん。違う、7日あるねん。アンミカも言ってた。まあでも、でもシマウマって肉食動物なのかな？肉食動物か。シマウマって何だと思ってます？シマウマは動物？シマウマ何動物って言いました今？肉食？草食？肉食？シマウマ肉食だと思っていらっしゃる？肉食？馬って肉食べませんけ？どうやって死にたいですか？孫60人ぐらいで囲まれてですか？うん、頑張れ頑張れって言われながら死にたいですね。じゃあ冷やすぎるよ。燃やされる前に頑張れ頑張れって嫌だろ。泣きすぎて水たまりできた。おいおいおい、俺らの涙をためて上から流して滝作って綺麗な虹を作ろうぜ。やまおはようおはよう。朝から山の声聞こえなんで超幸せ。あれよかったー。やば。幸せ配りおじさんになってる。パン。パン。パン食べてる。何パン？パン。これ何パンだろう？なんかパン。これ砂山。え？ああ、かわいい。ああ、かわいすぎて。もう、胸がドキドキだぜ。ああ、ドキ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 。かわいいな。はい、かわいいな。ありがとう。ありがとう、ありがとう。本当にありがとう、ありがとう。ありがとうね。みんな落ち着いて！一回落ち着いて。深呼吸して。はい、深呼吸。息を吸って。息を吐いて。息を吸って。吐いて。じゃん。あ、おー！これ式もできる！はい、じゃん、じゃん、じゃじゃっちゃっちゃっちゃ。おー、すごいな。私もう、あれにもなれるわ。指揮者にもなれる。